はい、吉谷さん、奥間長者合宿のこのやりとりもかなり、えー、進んできましたね。えー、それですね、今回吉谷さんが、まあ、過去の自分のね、ご経験、えー、語ってくださいました。あいろんな会社を務めてね、えー、で、とんずらしたりとかあー、で、別のところに行ってこうだったとかね。それから、あのー、最近離れた会社を、おーほんとね、なんか、 まあよよかったみたたみいな感じでしたね、まあ、私はねあの吉谷さんとはちょっとその辺は考え方が違って自分の経験を振り返るとやっぱりね20代とか30代はすっぽり無駄なことしたなとしか思えないんですよね。 だからあの,あの経験があったから今があるなんて全く思えなくってほとんどの方はあの経験があるから今があるんだっていうふうに思っちゃうみたいですけども私の場合はそうじゃなくてね40歳から始まった私の人生が別に20歳からあればよかったなと思うんですよいっつもそう思うんですよね。なななんんてて20年間間無駄にししししたのかなと思っまままいます時はは巻きき戻しもできませんし、うん、一つ、ね、事例を言うならば私は この秋に、えーまあ、息子が生まれる予定ですけどももうこの年ですからねさすがにん金銭的に時間的に余裕がある今子供が生まれるっていうのは、まあ、ある意味すごくラッキーな部分があるかもしれませんけども逆にですねこの時間が戻らないってことを考えるとどんなに、えー、貧乏でもどんなに忙しくても20代で父親になる方の方がもしかしたら良かったんではないかなと。 思ったりもすするんですよね、まあ、そういう意味を込めてですね私は自己否定論がいつまでたってもこう染みついていると言いますか、まあ、だからこそこういうふうにね歩んでこれたのかなと思うんですよやっぱどんな時でも自分をこの何ですか肯定することができないっていうかね肯定っていう言葉で来るから分かりにくいんですけども、うん、なんかね、うん、あれで良かったっていうふうに、うん、正当化するつもりがないって言った方がいいですかねもう正当化全然できないんですよ私の人生は。 あの本当たまたま運が良くてこうなったっていうことは思いますけども自分が意識してこういう人生を持ってきたっていうふうには全く思えなくって、うん、もしそれができるんだったら例えばね20歳から40歳までのこの20年間で本当にそういう力が溜まってるんだったらもっと早くね気づきようって感じなんですよ。20年何かかけてんんんだよよとと思うでですよね、まあ、せいぜいいいいいぜ3ヶ月ぐらいでいいんじゃないかなと、うん それがね、やっぱり逆に20年もかかってやっと何かをすることができるっていうのは私はもう人生としてはもう大失敗でどうしようもないなと思うんですよ。でこれはね本当のことなんですけど私ねあの出会う方出会う方誰を見ても自分よりも優れてるっていうふうに見えるんですよ。この人すごいなとこの人にはかなわないなっていつも思います。いつも思うんで逆に 私みたいな、なこんなね、誰と比べても大した人間大した人間じゃないそんなあの日本人の人口の一人に数えられていいんだろうかみたいなねこの久保哲郎がね今みたいなちょっとねこう、楽な暮らしを手にして自由を手にしているっていうことを考えるといやいや私はねあの目の前に今まで出会った方の方があらゆる能力があるはずなのになんでなのかなとか逆に思っちゃうんですよ。 私なんて本当に大したことないんですよね。やってることって言えばこうやって YouTube っていうかね、このカメラに向かって喋ってるだけなんですよ。ずーっとそれだけです。ずーっとですよ。その他のこと何かができるかって言ったら大したことできないですからね。セルフバックができて、延々とやることがないからそればっかりやって、メルマガっていうのがあるんだったらメルマガ書こうかなと思って書いて、でまあね、3年ぐらいやりましたけども、もう今やってないとかね。ラインアットなんて取り組んでもいないわけですよ。でこういういに もうデタラメっていうかね凸凹した道しか歩いてない私で何の素養もなく、まあ、大した能力もなく自分の店を経営することもできずに社員を食わせることもできずに取引先も今何もなくってこんなね、あのー、言ってみれば干物切れたタコのような存在でもでもまあ割と自分らしく生きてるかなっていうところを考えるとなんかね本当に。 皆さんのおかげというか運のおかげというか私がやらしいたことっていうのは本当何もなくってああのまあ本当にねなんか導かれるようにこうなってるなというふうに思うばかりなんですよねだから私は振り返ると自分の人生はああ駄だったなと反省することばかりですよね、うん、だからあの経験があったから今があるんだとかは全然思えないんですよね。こ、まあ、こういういととろは多多分ね多くの方と 考えが合わなななないいいとところなんじゃないかなと思いますもう私だけがこう思ってるんだろうなとだ昔のことを思い出して昔,昔自慢が全然できないんですよ <laughs> いや本当にど,どこの生まれてからこの40歳までどこを切ってもしょうもなとかね思うんですよねだからまあ過去は一切私は必要ないというかね、うん、40歳から始まった時間だけが、うん、あればいいかその時目が開いた時からの人生だけで良かったのかなと。 だから私がいつか人生を振り返るとき本当に40歳からのことしか話さないと思いますよね。それまでのことはもう記憶にないぐらい、えー、何にも起き,起きてないというかね、えーまあ、愚かだったなと思うばかりでございます。はいえー、ではこんな感じですね。はい、失礼します